はようございます。おはようございます。いい天気ですね。いい天気だね。めちゃくちゃ眩しいですね。世界が眩しい。今日の実戦の行く末を占うかのような。あ、いいですね、うん、いいでしょう。つまり出るってことですね。そういうことになりますね。万枚を目指す者が負けるなど言語道断。万が一様がマイナスになった場合は、万枚を出すために必要な能力を養うべく万枚修行に励むものとする。まあ、抽選受けまして、はい、19番と、はいはい、まあ、ちょっと何取れるか分かんないんですけど、はい、まあ、一応第一候補ウルトラマンティガ。ウルトラマンティガちょっと1台しかないんで。あ、このホルさんに1台だけなんだね、はい、はいはい。第二候補は決めてません。あ、じゃあまあ入ってからだね、全ては。そうですね、はい、まあ、ティガ打ちたいと思ってるんで、ぜひそれで、はい、すごいんで、あの台。そうなんだ。だからまあティガ取れれば勝てます、今日。あ、そうなの、はい、取れなかったら4万負けます。具体的だな。じゃあ頑張りましょう。はい、だからもう朝から勝負始まってるんで、はい、はい、お願いします。はい、取れるかな。どうだろうな。どうだ、わかんない。あー、取れた、よかった。取れましたね、ティガ。はい、はい、ウルトラマンティガ、はい、取れましたのでもう勝ちですね。そういうことになりますね。いきます。はい、お願いします。じゃあ簡単なゲーム性を、はい、通常じゃあまずティガチャンスを目指します。ティガチャンス、はい、まあ、いわゆるチャンスゾーンのチャンスゾーンみたいな。チャンスゾーンのチャンスゾーン、はい、でそのティガチャンスをクリアすれば、ウルトラバトルモード、これがチャンスゾーンですね。あ、これ、それが普通の意味でのチャンスゾーン、はいはい、でウルトラバトルモードをクリアすれば、はい、ビッグかレギュラー出てくるんですけど、はい、まあ、ビッグが出てくれば、まあ、実質それが AT。 あ、なるほど、はい、なので何個かちょっとハードル超えてそのビッグ引いてからがスタートって感じですね。そこからが出玉が出るところですね、はい、レギュラーは全然ダメなんですか。全然ダメです。あじゃあもうレア役をひたすら引くのを祈って打っていくと。そうですね、まあ、通常時そのティガチャンスの抽選経験はもうシンプルでもうレア役のみですね、うんうん、ゲーム数とかそういうのは一切ないよね、はい、で大事になってくるのがここですね。このタイプチェンジって左下に出てますけど、はい、これがコブイベルが入賞すると1個ずつ溜まっていきます、うんうん、でこれが12ポイント溜まると、10ゲーム間レア降格いくんで、まあ、そこで強チェリーとか引いて当てるっていうのがメインルートですね。今5個溜まってるってことですね。はい、うんうん、筐体はまあかっこいいというか上がかっこいいな。でもかっこいい演出いっぱい今日見れるんで。あ、本当、はい、楽しみだな。あ、溜まりましたね。おで、あ、かっこいい。これで、タイプチェンジゾーン行きましたけど、はい、まあ、スカイとパワーの2種類あって今パワーですね。でこれが強い方で、ほうほう、リプレイ引くと必ず強チェリーに変換してくれます。へー。だからこの10ゲーム間でいかにリプレイを引けるか大事ですね。めちゃくちゃ大事です。いい方にタイプチェンジしたってことでしょ。そうです、うん、はい、来ましたね。これでおお、あ、か、あ、かっこいい、はい、強チェリー気持ちいいですね。確かにちょっと、はい、で多分通常いたから、ああ、そこはもっと重ねときたいですね。何回か引いときたいね。ああ、1回しか引けず召集で前兆ステージと、はい、そう、色が、青、緑、赤かな、その3つなんですけど、緑までいくともう期待度 50% まで上がるんで緑をまず目指しましょう。はい、青、青ですね。大丈夫ですか。あ、なんかミニキャラだよ。イービルティガ。あ、敵か、これ敵ですね。あ、外れそうだな。押されてるぞ。
イービルに。どっちがどっちだ。いや見りゃ分かるでしょ。これがイービルか、うん、イービルは顔つき悪いもんだって。はい、あティガチャンスすら引けないよじゃ勝てないですよ。最初の入り口だもんね、それが。はい、万枚出すためにどうすればいいかっていうのをじゃあ話します、うんうん、はい、プランね。はい、まあ簡単なんですけど、うん、エンディングに行ったらすぐになるんで、あでエンディングに行く条件がもう3枚で切るしかないんで多分。なるほど、となるとだ投資かさむとちょっときついですね。あ、どんどんきつくなってくるんだ、ね、はい、ゴールが遠のいちゃうわけだ。そうなんですよ。我に帰った。やばいっすよこれ。ティガチャンスこんだけ引けないやついないっすよ。いない、いないっす。逃げて逃げられる。ティガから逃げられる。ティガから味方であるはずの。もう2枚目ですねこれ。はい、こんなとこで本当につまずいてる場合じゃないんですよ。あ、はい、あ、おお、さすがに当たるか、うん、何ヤナカーギー襲来ですね。ヤナカーギーじゃん、はい、じゃんって沖縄怪獣かな。あ、赤いな。あ、赤いね。いや、本当全然喜ぶとこじゃないんで。ヤナカーギー、さすがに大丈夫そうですね。はい、あ、押せない。ああ、そんな大げさな。すごい偉い当たり方してるけどタイプチェンジ、タイプチェンジ。ああ、そうだ、携帯がいろいろ変わるんですよね。ああ、ティガは、ティガはね、はいはい、はい、353ゲーム1回目のティガチャンスで投資が1万2000円ですね。はい、はい、1個目のハードルですこれが。はい、ティガチャンス。めちゃくちゃ偉そうだけど。で、まあ、ティガチャンス中は、成立薬に応じてウルトラバトルモード抽選と。で、大事になるのがリプレイとレア役ですね。ピンクが揃えばウルトラバトル、はい、でチャンス告知なんで、まあ、これ揃えば当たりです。で、まあ、大体40枚ぐらい取ったら終わるって言ったら赤は確定ですね。おうおう、はい、おうおう、あっさりと、まあ、まだ喜ぶのは、はい、ま、これ1個目のハードル超えて、うん、ウルトラバトルモード、これがチャンスゾーンですね。いけたな、いけたね、いきなり。はい、はい、これで、消化したんでウルトラバトルモードと、うん、で、まず怪獣が出てくるんですけど、その種類によっていろいろ当選率変わるんで、うんうんうん、ゴルザ、超古代怪獣ゴルザ、はい、で消化中は、まあ、ここ出てますけど、まあ、リプレイとコブイベルが大事で、大事だね、ゴルザはコブイベルが、まあ、チャンス役というか、うんうん、コブイベルで、まあ、大体 20% ぐらい当たる、はい、倒せる。でリプレイで 10% ぐらい。10ゲームしかないから。そうなんですよ。とりあえずそのどっちかか、まあレア役を引かないとほぼほぼ勝てないんで、頑張ってゴールザやっつけて。ティガやばいやばい、ティガを応援して、おー頑張れ V、うん、あーあー強そう。あ、一応引きましたね。これでまあ 20% ぐらい。ティガアタック、あ、これ強いんじゃないかな。あ、また引いた。お、いけましたね。いきなりいったよ。うまいぞ。うん、いいね。通常時だけ下手なのかもよしよし、これで、うん、ウルトラボーナスかレギュラーボーナスのどっちかもらえるんですけど、はい、まあ、レギュラーだったらちょっとあんまり意味ないんで、うん、是が非でも、はい、ウルトラボーナス来たらもう始まります。始めろ始めろ始めろ、頼む。そう、すごいちょっと偉そうな感じですけど、はいはい、でも実際運命の分岐なんだもんね。はい、ものすごい差なんで。
体獲得枚数に700枚以上差あるんでレギュラーです。あーえもう逆転は、まあ、レギュラー一応レギュラー中昇格抽選やるんでチャンス目あ、まあ、ただ昇格したことはないですね。あただ、まあ、今レギュラー出てきたじゃないですか、はい、これボーナス後また絶対ウルトラバトルモード行くんで あそこを通し続ければいずれは、ね、終わりません、はあはあはあ、一生コンプリートするまで終わりません、はあはあ、あそういうゲーム性ですか。はい、はい、これでレギュラー消化したんでまたウルトラバトルモードと。ここを通し続けるんですよ。誰だろうか次は。また一緒かな。怪力ゴールド一緒ですね。さあ、ね、コブイベル、はい、ナイシャリープレイですね。もちろん強烈役引けばもう確定なんで、はい、おお確定です。すごい境地言ったら引きましたよ言ってみるもんだなスカイダイブ。あーいいな気持ちいいなウルトラウィンティガーのこと好きになるでしょこれ。なる。さあ頼むよ。本当にティガーってなるんでこれさあ来るか。7がぶっ壊れればいいのか、はい、白7がウルトラボーナスなんでこれ割れて出てくればいいんだね。そういうことです。レバーオンでひび多いよ。ひびが多い本当ですか割れろレギュラ ーこれを繰り返すわけだ、はい、シャーロックだからハードル多いんですよ。はい、2回目のレギュラー消化してでここ今2つつきましたけど、はい、これレギュラー引くとついていって3つ溜まると勝てば絶対ウルトラボーナス出てくる怪獣が出てくるんで、うんうん、一応、まあ、この回数重ねてることで、まあ、近づいていますね。で3回目と誰でしょうか。同じかな。あ同じだね。同じですね。ゴルザあいきなり、まあ、リプレイ、まあ、10% ぐらいですね。いやここ抜けたらやばいぞ。使いたい。さっきはサウルで勝ってたよ。あそっか、ここの攻撃なんですよ。そっから何。あそっか。おーいけたな。すごいマジで 20% 取ったんだ。取りましたね、うん。まあ欲しいですね。もうビッグ欲しいね。3回目だからね。こんだけ頑張ったらいいでしょ。くれて。毎回ちゃんと煽るな。レギュラーですね。レギュラーか、はい、緊張するなレバーをただこれでもう3つ溜まるんで、うんうん、この後出てくる怪獣は、まあ、キリエロイドっていうもう倒せば絶対ウルトラボーナスもらえる怪獣なんで、うん、だからもう一回通せば始まる。もう必ずビッグがやれるんだもんね。はい、なんか嫌な予感しますね。いや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 ちょっといった考えのやめよう。ああさあ、はい、大事だね。スタンバイしますね、はい、いやー大事ですね。うわ本当だ、はい、闇の予言者エンマ戦士キリエロイド2でキリエロイド中の抽選は、まあ、さっきゴルザーが、コブイベルチャンスだったじゃないですか、はい、でもう一個の別の会場だとリプレイが 20% で逆になるんですよ、うん。わかります。わかるよ、はい、でこのキリエロイド中はそのどっちかわかんないですよ。あどっちがチャンスやかわかんないんで、うんうんうん、
見抜けない。だどっちかが 10% どっちかが 20%。 ああ、こっちが20であれと。はい、10でも当てちまえばいいんだ。そうですね、うんうん、いやマジで大事ですよ。まずは飛行ね。いいよいいよ。あ、パワータイプ。おお、え、弱地は 25% かな。ああ、マジ、もう一回弱地の分攻撃 しないのか。やばい。あ、こっちが20かもね。はい、これ見せたらもう台無しですからね、今までの頑張り。おうおうおう、いやめっちゃ引いてますよ。あ、気持ち、え、うまっ無理やり勝ったぞ。すごいリプレイで勝ったかもしれないけど分かんないんだね、はい、うん、うますぎません。はい、じゃあなんかスムーズに来ましたね。来ましたね。本日1回目のウルトラボーナス、はい、まあ、これが実質 AT ですね。これが期待獲得枚数が、はい、約777枚あります。すごいじゃん。あ、ああ、タヌキチル、こういうのがあるんだね。なるほどなるほど、あれいなくなったタヌキチル。タヌキチ割れ角ですね。割れ角ですね。はい、あ、すごいガタガタしてる。すんごいガタ。白7揃ってウルトラボーナススタートと。すごい、あ、体感してそのガタガタを。はい、でウルトラボーナス、まず、初期枚数の特化ゾーンから始まります。これですね、タイプチェンジインパクト。めっちゃガタガタしてた、はい、でもうここが全て、ここで事故らせられるかどうか。あーで、ゲーム性としては3ゲーム1セットで、セットごとに上乗せのタイプが変わっていくんですよ、はい、で今パワー来ました、はい、これ上から2番目なんでまあまあいいです。おでまず保証で70枚もらって、70もらって、でこの3連バーを止められるかどうかがめちゃくちゃ大事なんで、うん、で今30もらって、はい、ああいかなかった。あ、その後なんかあるのね。はい、でこの3連バー止まる確率が3分の1なんで、ああいかないな。で今3ゲームしたんで、はい、ファーストアタック終わりと。セカンドですね、はい、現在に130枚持ってると、はい、パワースカイ、まあ、下側2番目ですね、うん、全部で4つですか。4つです。で50もらって、で3連バー止めた後に追加上乗せいったら事故るんですよ。あ、だからまず3分の1を引かなきゃいけない。まずはね、引けなかったらもらえないんで。ああ、カットインが出ないともうノーチャンスだもんね、はい、これでセカンドアタック終わり。あ、保証の50しかもらえなかったってことですね。そういうことです。誰だ、なんだ、次はせめてパワーがいい。あー、これ一番弱いですね。何、マルチ、はい、で保証30もらって取れ。あ、うん、え、これを勝手にイコールなの。いや、イコールじゃないです、フェイクもあります。で、この停止系によって十字と T かなが熱いんですけど。あ、 T がの T ね、はい、あ、これですね。これでいけばすごいことになるかもかもしれない。ただちょっとマルチだから弱いんですよ。いけいけ。あー、一発、はい、あー、一応煽りを出たね。期待度 50% あったんですけど、あの煽りの時点で、はい、あ、偉そうです。あー、あー、ダメなんだ。はい、これで終わりですね。40枚、これは少ないです。あー、平均でも400枚以上取れる。あ、まあ、ただめちゃくちゃ荒れますけどね、うんうん、で240枚持った状態からスタートと。で、ウルトラボーナス中はまあレア役で枚数直接乗せたり、まあ、特化ゾーン行ったりするんですけど、うん、まあ、基本的にやっぱ最初の初期枚数のところで実行らせないとなかなか上乗せ難しいんで。ああ、行きましたね。小ぶい、あ、小ぶいを貯めたってことか。はい、リプレイ引いてくれ。ああ、強中だ。300分の1ですよ。
めちゃくちゃ引けてるね。強茶乗せ角、強レア役乗せ角じゃないんですよ。あ、ないんだ。あ、打ってますよね。あ、引けず。お、え、出てるよ、次回予告が。初めて見た。あ、ティガチャージ来ましたね。お、なんか全部やってるよ。ティガチャージは5ゲーム間毎ゲーム上乗せしていく特化ゾーンですね。なるほど。最低50なのかな。じゃあそうですね、レア役引いてみてくださいあと1ゲームですけど。あと1ゲームで出てない。はい、トータル50枚でティガゾーン、ティガゾーンをついてきたんで、これが、最初 あの初期枚数の特化ゾーンを1セットだけやれるみたいな特化ゾーンですね。パワーだ。ああ、はいはい、70もらったよ。だここでもあの3連覇を、あ、取って取って、引かないとあんまり見ないんで。ああ、しよしよし、赤い。あ、これ、え、さっきもこれだった。あ、これ違うか。ああ、行かずで150枚、はい、これめっちゃやれてる方ですね。おお、残り50枚コブイ引いときましょう。はい、行きましたね。あ、スカイですね。2分の1で強制だね。はい、はいはい、いいですね。あ、いいですね。強制ですね。お、あ、赤い、燃えてますよ。ゾーンもらえるかもね。お、でかでかい。何何。ああ、ティガゾーンだ。あ、3ゲームのギリギリつながった。強いのもらえ。ちょっと追加を乗せやりたいんだよな。スカイ引いてね、3分の1。おお、なんかな、よし。あ、ティー、うん、あ、行かないけど、またいいですよ。ティーガー、うん、あー、行かず。110枚。いや、大事大事だ。トータル110だね。はい、大事ですよ。近づいてんすから、エンディングに。いい感じにしぶといよもう出てます、うん、終わりそうで終わらない。そうですね、うん、めちゃくちゃ大事だからね。1回目の AT からしぶとさ出たらもうやばいっすよその日はやばい日確定ですよ、ね、あ、で枚数使い切ったんで、まあ、必ずカラータイマーモードいきますね。これ3ゲーム間でレア役引けばティガーゾーンもらえます。まあおまけですね、ここは。こんだけでもレア役引けてるから引いちゃえば。ここ引いたら本当にうまいっすよ。引いちゃえ。さすがにか。ナビ出しだとドキドキするね、はい、833枚と、はい、でまたウルトラバトルモード行くんで、はいはい、ここ勝てばもう終わんないんでね。ここから先はまた敵はいろいろ違うってことだもんね。そうですね、誰出てくるか分かんないですね。あ、これは、画像と2、こっちは、リプレイがチャンス役になりますね。リプレイ 20% でコブイベルが 10%。 画像と2、恐ろしい、うん、恐ろしい見た目。やばいな、ちょ、もう一回やりたいウルトラボーナスちょっと不完全燃焼だから。画像と2やっつけて。やばい、怠けない。残り2ゲーム。ああ、一回も引いてないぞ。ああ、やばいですね。あ、こっからはハテナ。いや、次で終わるんですけど、一応最終ゲームは、まあ、全役でやってくれますね。まあ、ただ薄いんで 5% 弱とかな。
奇跡。うわー何も引けなかった、さすがにきついですね。ティーガーって言いたい言いたい。一応リプレイ引きましたけど、まあさすがにきついか、きついか、うん、あ終わりましたね、まあ、800枚ちょっとで最初の一撃は終了と、はい、プラス域にはいったね。そうですね、そうか、まあでもこういう感じです。よくわかりました。じゃあ2回目ちょっと違うの選ぶか、イルマ、レーナ、完全告知いきましょう、はい、これはもうあの痺れるっていう告知が発生すれば当たりです。痺れて、あ足が痺れるのか、そういうことですね。だからどこで発生するかわかんないんで。おお、しびれた。あーリプレイでうまいな、マジで、ね、いいだよね、ティガウマオ、ティガウマオだこれ。はい、足しびれてる、すぐ戻しましょう、まだ全然使ってないんで、むしろちょっと増えてんじゃないかな。あまた10ゲーム間の変異体、画像と、画像と2リベンジですね、さっきやられたからね、はい、手も足も出なかったから何にもできなかったんで、リプをボンボコ引いてくれ、ボンボコ、でもレア役とか引いちゃいます、あいいですね、その案、おリプレイですね、まあまあまあそれ1回じゃ無理っすよ、滑っておる、追加画像と 30% ぐらいあったかな、あー取ってほしい、30だったら取ってほしいね、ランバルト・コーダン、ランバルト・コーダンでコブイも引いてる、コブイも引いてますよ、うん、ああ引いたのにな、本当に引いたのにね。いやきついですね、残念、あなんか引いてる、あ今日チャンスね、ティガズレオ、ズレオだ。シュール、本当にそこにいたのかなっていたんでしょう。ダメですね、ダメか、はい、ちゃんとずれなかったな。いきなり、あー赤い、え、マジでうまいな、バトルいったね、無理だな、あーはい、え、むずー、むずいな、厳しいですね。しびれよ、すぐしびれろ、我慢すんな。でもしびれる時って足崩した時だよね、そんなことない、いやきついですよ、そっか、耐えらんなくなるじゃないですか、なるか、最近そんな経験ないからな、ずっと正座してるなんて、昔サッカー部だった頃、うん、グラウンドに2時間ぐらい正座させたことあるんで、全員グラウンドに、グラウンドですよ、短パンの状態で、まあそうですね、普通にめちゃくちゃ痛かった、その砂小石たちが肌に食い込むね、はい、その時はもうしびれる告知出まくりでしたよ。なんなのそれ、先生に怒られて、はい、なんかやったの悪いこと、終わったじゃん、終わってるじゃん。どうしようかな、誰でいく、さっきはしびれられなかったからね、
しびれとくか。お、もうこれダメってことですか。まあ、第3まであるか。ああ、あと告知にすればよかった。ドキドキできたのに。まあでも急に来るってことだもんね。さっきのスイカが後ほど急に来るっていう、それを完全告知とは言いません。確かに。うわ、ちなみにオールベルは確定なんですけど、うん、スイカ以外全部ベルでしたね。何やってんすか。面白い外し方します。そろそろ止めないと。これだな。まだ一度も失敗してない第5。オールベルは確定ですよ。あと2回あるあるある。よし、オールベルでしたよね。いってますね。あ、よしよしよし、いけたいけた。ここを負けたらまた振り出しなんで。そうだよな。怖い、怖すぎる。どっちだ。怪力だ。ゴルザ。いいよ、いい調子。もう決めちゃおう。これは普通のキック。ああ、普通のキックじゃ無理ですよ。なんかせめて技出してくださいよ。よしよし、まず2回目技出してくださいよ。あ、こぶいこぶい。あ、よかった。ティガー、キックで。ティガー、ティガー。あとはビッグ持ってくれれば。そうですね。いや、もういきなりくれないかな。タヌキチ君いれば。いきなりくださいよ。タヌキチ君はいない。いないです。押し止めたいからな、本当に。おお、よし、取れたね。取れましたね。よしよしよし、伸ばしどころだね。はい、まだまだいける。投資浅いからね。はい、じゃあ本日2回目。はい、さあここですよ。ゾーン頑張って、インパクト。もうここが全てと言っても過言じゃないんで、まずはどれだ。マルチ。マルチは一番下ですね。30もらって、はい、いいか。煽ってるよ、煽ってるよ。お、行きましたね。マルチなんで、はい、確か80% ループで最低保証が100枚とかだったかな。ああ、あ、こういうことね。はい、はあはあ、そこの上乗せ枚数とループ率がタイプによって違うんで、これで120枚もらったと。なるほど。おお、もう一回来るか。ティガー、女の人の声がしたよ。ああ、で、セカンドアタック。ああ、またマルチだ。弱いな。だ、上位のタイプで追撃漏れればすごいことになるかも。いけたら、そうなんですよ。まあ、まずは3分の1を通らないとね。
これじゃダメなんですよね。まあ、貯めたと考えよう。これで偉いのもらって、はい、おパワー来たよ。ここですね。さっき3ゲーム引いてないからね。ここでやっちゃえ。よし、うわ、頑張れ頑張れ。よし、あー行かないかな。あ、行かず。あ、さっきよりは340枚と100枚ぐらい多いね。まあまあ頑張りましょう。はい、ティーガー、ティーガー痛くなるね。マルチじゃなかったな。噛み合ったら確かにそうなんだね。でパワーの1個上のやつ引っ張ってこれたら追撃行った時に300枚が 50% でループするんですよ。やばい。しかも1セット目でその一番偉いの出てきたら以降全部それになるんで、マジで。だから最初は出づらいんですけど、あ、だんだん上がるんだ、はい、早ければもう以降全部それになるっていう。すごい。だから本当にあそこが全てですこの台。あ、なるほどね。なんか騒がしいぞ。あ、上がったんだね。降格示唆ですね。あと21枚しかない。ベル引かないで。引いちゃうんですよね。AT 機だから。もう一個上行くのかな。あと2個。おー、いいところ。追加、あ、乗せたのか。10枚。おやった。大事大事。これが大幅に運命を変えるかもしれない。この10枚が、この10枚が、ほら、あと1個ですよ。コブ引け、コブ引けよ。よしよし、はいはい、ただあと12枚。あ、終わりましたね。あ、1ゲーム残したまま。あ、チャンジ、あ、チャンジじゃない、チャンジ、チェンジをが1ゲームあっても終わっちゃうんだ、ね、チャンジ。いろいろ混ざった。あ、変なとこ押したし、もうなんか、あ、いけたんだ。いけるんかい。いけるんかい。じゃあ揃ってたんだね。そうですね。これでティガーゾーン。あ、1個3ゲームだけだね。そうですね、うん、まあ1セットでも夢はありますから。そうだね、どでかいのを持ってくるかもしれない。ああ、パワーじゃないですか。お、70はもらった。あ、きっちり取ろ。あ、いいよ。ティーゴー、始まっちゃう。十字なんで、はい、50% で追加ようなしていきます。でパワーなんでいったらマジ熱い。一かどうかは 50% なんだね。 50% ティガ、ティガ、ティーガー。よしよし、いった。これで、うん、パワーは、100枚上乗せが約 70% ループ。超でかいじゃん。あ、そういうことか。で、まあ、最低保証で200ですね。はいはい、ここは絶対もらって、はい、この後ここから 70% ってことね。約 70% もらえ、もらえ、70。嘘でしょ。あ、保証ですね。あー、でも、まあ、まあ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 、まあ、嬉しいよね、はい、もう一回。お、赤いよ、赤いよ。上段熱い。お、マジで、マジで。これ128分の1ですよ。これは追加確定かな、確か300のやつ。え、すごいっすよこれ。あ、違うか、それはあれか。これまたすごい引きしたな今。もう一回100を 70% ってことだよね、はい、次は逃走ね、絶対。ここは行くでしょ、行く行く、絶対。さすがに。いや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 、いくらなんでも保証ですね。いや、いいでしょ、でも、うん、でも、そうだね。すごくないですか。すごい。おー、一気に530枚。あ、これでトントンラインが。そうですね、うん、T ゾロ120。あ、しかも
あれ残ってた。あ、1ゲームもらったんだ。すごいすごいよ、その1ゲームをちゃんと生かしてめっちゃいい引きしたな。このチェリーもなんか繋がってほしいね。この2分ぐらいすごい引きしたな煽ってますね。またゾーンもらうかも。あ、これでバトル行って、まあ、勝てば上乗せですね。ああ、上乗せか、まあ、特化ゾーン。誰だ、ゴルザですね。ゴルザじゃん。ゴルザによく阻まれるからな。なんて書いてあるの。怪獣バトル。ああ、はい、これで、まあ、上乗せもらえなかったと。お、パワーですね。パワー、惜しいな頼む、せめて。うおー楽しい一人で興奮してめっちゃ強そうだぞ。あ、気持ちいいですね。自力で引きますか。終わった瞬間に自力で引いたスイカバトル、まあ、多分強チェの方かな。強チェから言ったのこれ。濃いですけどね。なんかいた、めっちゃ引いてるな。強チャンス目ですよ。誰、何、ゴブニュー。ゴブニュー、ゴブニュー、すごいネーミングです。誰ですか巨大機械人形だよ。怪獣じゃない、人形だ。人形かじゃあ楽勝だ。ゴブニュー勝ち確かもね。どうなんだろう。ありえますね。人形に負けないでしょゴブニュー。はい、赤い燃えてますよ。はいはい、おお、いいですよ。いやー、やれてるな、マジで。また T ゾロイやって。 T ゾロイ、これはマルチか。あ、マルチか。 T ゾロイですか。 T ゾロイして T だよ、 T だよさすがにねさすがにね。でも左上段止まると熱い、やっぱね。はい、一応終了画面の1ゲームも十字架 T 揃いだったらもらえます。引ければ。合算で多分25分の1とかかな。 あ、ここね、はあはあ、60枚、まあまあまあいいでしょう。1回できたからね。はい、あと1枚、うん、もう1回引くか。もう1回引いてここで戻せば。カットイン出してみて、うん、1167枚でまたバトルですね。はい、はい、怖いな。今はちょい雪だね。そうですね、通してくれよ。誰だ、怪力だ。うーん、強いんだよなゴルザ。だってこれ通してもう一回ウルトラボーナス出てきたらもうやばいですよ。そうだよね。よし、コブイ来ましたよ。これ取れ、20%。ゼペリオン光線、ゼペリオン光線、ゼペリオン、いけ、よしよし20% 取るね。取りましたね。え、どうします、これで出てきたらやばいですよ。そしたら本当に見えるね。見えますね。ゴルザー、 お赤い、これは強チェですね。すごい、うまっ勝ち確だもんね。うまいでしょう。強チェで勝ったからいいのもらえないですか。ここは欲しいですね。怪力ゴルザー
めっちゃ来るな。何回倒しても起き上がってくるな。リプレイか。頼む。追加なのか。強チャンス目もある。追加。いや、いい引きしてますよ。してる。頑張るとこうだ。ダメか。やばいな。やばい、追い詰められてる。もう一回やりたいよ。追い込まれましたね。あ、引いた。一応引きましたよ。残念。はい。1241枚。はい。またすぐ当てましょう。そうですね、もうそれしかないからね。難しいよ。難しいね。マジで当たんないな。全部飲まれました。飲まれましたね。はい。こんなに消化してティガーチャンス2回しかやってないです。やばいです。よかった。あー、ナイス。まだまだ大丈夫だね。プラス目指す。よかったです。はい、終わりましたね。めっちゃ引いたのに。ああ、やり直し。無理かもしれん。心にひびが入ってる。ティガ対決でもします。何ティガ対決。あ、知らないですか。知らない人いるんだ。ちょっと知らない。ティガ対決ですよ、うん、ティガーって呼ぶってこと。もしかして予想だけど。当たりです。当たりかい。その対決ね、しない。しましょうよ。いいよ、じゃあしようか。だからいかにこう、なんだろう、ティガをちゃんと呼べるかってことでしょ。ティガが来てくれそうな呼び方できるか、はい、じゃあ僕からいきますか。お願いします。ティガー。やばそう。これ来るでしょう。今の不先輩ですね。4人ぐらい来るでしょ。そう。一応やってみてくださいよ。分かった、はい、じゃあ俺ね、はい、ティガー。来ない来ない。全然来ない。え、来るでしょ。6人ぐらい見て見ぬふりしますよ。ティガーも悲しい感じだったもん。関わるのやめようってなりそうな。冷たいな、ティガー。じゃあこれはコメント欄の方で。まあ、自分が仮にティガだったらどっちに行くかだね。どっちを助けたいかっていう、うん、そうだね。持ちコインが218枚で投資が41本と、はい、まだ500枚とか載せてないですからね。はいはいはい。最後は400何歩だっけ。はい、もらえ、ちゃんともらえ。いやそうなるとな。もったいない。おえ、なんだ、びっくりした。あれが引いたのかと思った。いや、初めて出たんで。あ、一応多分チャンスだったんでしょうね。赤い、赤いから大丈夫。お願いします。お願いします。あ、行ったってことね。あ、行きましたね。スカイなんで、はい、
まあ保証100なんですけど、うん、ループ率めっちゃ高いんですよ。おうおうおう、その少ないのを刻んで乗せていくタイプ。なるほどなるほど。ループ得意でしょ。得意です。時々大きいのもらってもいいよ。だから100超えてからですよ。はんはん。まあ保証なんで多分もう この時点で漏れてる可能性とかもあると思うんですけど。おはいはい、いいよ。でっかいの、たまにでっかいのもらって、たまにでっかいのもらって、はいはい、あ、いいですよいいですよ。90何パーあるんで、これタイミング大事なんですよ。調子乗りすぎると終わっちゃうから、うん、あーモールス信号みたいな、はいはい、おっとかよあ、いいんじゃないですか。あーいいんじゃないですかって言った瞬間ちょっと調子乗ったからまあまあでかいですね。でかいね。まだあるんで、はいはい、おうおう、そっかそっか。セカンドの3ゲーム目かこれ。そうだね。ああ追加なし、はい、最後なんだろう。スカイ、スカイ、まあまあもう一回やろう。あの追撃得意かもしれないんで。ああ、中止 50%もらおうね、これ。はい。マジか。ああ。ああ。はい。はい。あ、でも急にモリッと500枚。505枚。まあ今日最高記録ですね。はい、よしよし、いけるぞ。マイナスが減らせられるし。いや、もうプラスしか見てないですよ。プラスももちろん頑張れるから。諦め悪いな片思いだったらめっちゃ嫌われるタイプですよこれでも最終的に振り向かせるかもしれないからね。そうですね。押しに弱い子もいますから。そうだね、押して押して、はい、それがティガかもしれないから押すか、押して押して。あ、ラスト11枚ですね。いやー、なんとか、またウルトラボーナスまで戻ってこれる自信ないっすよ正直。はい、引けないかな。無理か。660枚、頑張ろう。はい、怖い、頑張って。まあいいでしょう。ビッグ引っ張ってこれればね、プラスまくりも見えるからね。そうですね、この一連で2回ウルトラボーナスやったっていうのないんで今日。ハンドスラッシュ、2回目。いけ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 、重ねましたよ。ああ、難しいですねこの台。むずいね。これはもう多分なんか引かないと負けますね。手ごわい。よし、怖いけど意外と楽しいんだよなこれ。こいつの名前毎回見るまで思い出せない
ゴールさん。ゴール。なんかすごくよくわかる。もう一個の方も忘れちゃったもん。ガザート。ガザートか。本当？ガザート2。ガザート2。キリエロイドは覚えたな。キリエロイド、あれ覚えてます、人形。ゴトファ。なんか違うやつ。ゴブニュ。絶対脳に残んないんだよ。全員覚えづらいんですよ。ゴブニュ。やばいやばい、これ負ける流れだ。そんなこと言ってたら、これ名前、こいつの名前はなんだっけな。ゴルザ。あ、そうだよ。え、ゴルザ、合ってます。ゴルザでしょ。もう自信ないんだな。8ゲームの間忘れた。ゲームの間に。おー、ゴルザ、ゴルザ、ゴルザ倒せ。あー無理か。はい、名前が悪いと思うな。感情入んない。誰と戦ってるか分かんないですもん、だって。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。乾杯です。乾杯ですね。久々ですね、なんか手も足も出なかった。そうね、序盤の方はちょっとね、頑張った感じだったけど、やっぱ当然エンディング行かなきゃ始まんないんで、投資かさんじゃった時点でもうきつかったですね。そうですね、もう追い込まれた感じあったね。結構分かった。覚えてる怪獣たちの名前。倒したらビッグのやつはキリエロイド。あ、それは覚えた、ね、やっぱ恩恵でかいから。はいはい、人形は人形、うん、ゴブニュマジでね、もうネーミングセンスが一元なので。そう、やっぱあのティガと一つになんなきゃいけない台なのに。そうだね、誰と戦ってるか分かんなかったから。そうだよね、感情移入できなかったです。敵を知り、己を知ればの敵が全く知れなかったからね。だから敗因それです。名前がややこしい。じゃあそういうのを踏まえて収支はどうでしたか。はい、投資、はい、4万3000円。回収0枚。3枚がマイナス1978枚。1978。はい、まあまあ惨敗だね。そうですね、やっぱ強い引きとか、はい、健全な引きは健全な肉体に宿りますので、はい、それちょっと運動してほしいなと。運動、老婆心ですよこれは。なるほど、全然してないですよマジで。そう、全然してないでしょ。引きこもらーなんで。引きこもらーでしょ、はい、怪獣引きこもらー。そうだから、はい、まあ散歩ぐらいでいいと思うんだよ本当に。歩く、そんな激しい運動は厳しいから、はい、散歩、散歩、毎日散歩、7777歩以上。まあ確か毎日そんだけ歩けば足腰も強くなるし、そりゃ強くなるでしょう。引きも強くなるし、引きも強くなるでしょう。ティガーやってもそんな、なんだっけ、え、キルケ、何、キアロ、キアロレプス。マジで覚えられない。とかには負けないのでね。勝てます、うん、勝てるようになるので。まあそうっすね、まあ、負けたんでしょうがない。じゃあ帰りましょう。じゃあ次頑張ります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、行きましょう。ゴルジが、ゴルジなんかいねえから。